こんにちは、ペケちゃんです。稲妻イレブン GO ストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この動画が出る頃には金沢にいます。はい、今回は 1P でやっていきたいと思います。はい、ということで今回なんですけども、こちらがですね、新生稲妻ジャパン、そして対戦相手の方が稲妻ジャパン、これでねやっていきたいと思います。はい、ということでフォーメーションこんな感じでいきたいと思います。今回なんですけども、新生稲妻ジャパン、化身とミキチマックスを禁止して稲妻ジャパンと戦ったら結構いい勝負になる説ということで、ね、やっていきたいと思います。基本的に新生稲妻ジャパンと稲妻ジャパンが普通に戦ったら、新生稲妻ジャパン化身とミキチマックスがあるんで多分大差で勝ってしまうんですけども、これが化身とミキチマックスを取り上げたら意外といい勝負になる気がするので、今回化身とミキチマックスを封印してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、早速やっていきましょう。レレ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 レ、試合開始だ。はい、ということで、ね、早速やっていきたいと思うんですけども、はい、今回は新生稲妻ジャパン対稲妻ジャパンということで、まあ一回前やった時は結構ダントツの差だったんですけども、化身とミキチマックスの中で、待って、稲妻ジャパンのユニフォームこれさ、ゼウスだよねこれ。ミスった。はい、ということで、ちょっとね、お騒がせ、お騒がせはしてないですけども、改めてやっていくという感じでよろしくお願いします。さあ、まずは誰から行こうかな、天馬の、遠藤のさ、硬い壁を破らないといけない。これがね、非常に今回、シビア。あ、天馬行こうか。まずは、キャプテンの天馬が、ここ、行きます。ここ抜けて、OK! 素晴らしいドリブル。さあ、遠藤、チレ、さあ神風ゴッドウィンド、どうだ、ゴッドキャッチ、よしお、いきなり破っていく、いきなりだ、まさかの、意外と天馬のゴッドウィンド強かった。なんか天馬ってなんかシュート技そんなに強くないイメージがあったんだけど、まさか遠藤をここまで簡単に破るとは。これはいい勝負になりそうだね。さあ、ただこっちのキーパーが新助なんで、点はね多く取っておかないといけない。待って、これはなんだ、そう、アインザッツは打てないんだよ。これはまずい。いきなりビッグバンだ、シュート登録ない、対抗効果、危ない、対抗効果はダメ、無限大ハンド、おお、マジか、まさかのキャッチ、ちょっと今の意外だったな、まさか止めるとは。さあ、今度はフェイ、いや、また来るか、マジか、こっちも、かくなる上は、やるしかない、オッケー、止めて、さあ、これ、きなこ行きましょう、きなこが打つ、溜まって、さあ、ここ、来いよ、行きます、頑張ろうぜ、行くやで、TC、さあ、ゴッドキャッチ、破れるか、よわー、まあさすが遠藤だなー。いやー、きなこのトリプルクラッシャー意外といけると思ったんだけど厳しかったね。さあ、これはディフェンダーがやばい、ディフェンスがガラ空きなんだが大丈夫か、これさあ、合体技で攻めてくる稲妻ジャパン、これ止めれるか、無限残土、止めてくれ、よー、しんすけやるな、クソザコピカチュウって今まで言ってたのちょっと撤回したい、迫力たまらなすぎじゃない、あっと、これかわせるか、かわせるか、これよし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 、オリンポスハーモニー、
教会建てていく、教会建てて、教会、うわぁ、稲妻ジャパンって本当にバランスが取れてるチームでさ、点を取るのがすごい難しいの。これ待って、止めろ、よし、ギャラクシーでめちゃめちゃ重宝してる技。さあこれはただシュートを打てそうなやつがいないという、これちょっとね、いないんですよシュート。これ、あ、これいこうか、これいこうか、これいこうか、ミックスマックスもダメだからね。さあこれは天魔来て、あし、よし、飛びながら、どうだ、これはどうだ、ゴッドキャッチ、壁が硬い、魔人の壁が硬い。そしてまたも、またも、あ、ファールか、ファールか、まあ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 、まあ、あれはファールだな、あれはファールだな、レッドカード出てもおかしくない。さ、これ、これ、カリア。さあ、これちょっと点取ろう。この流れで1点取りたい。白竜とかたまんねえもんな、白竜とか。剣は？剣たまりそうじゃね？剣ちょっとなんか打ちたい。剣でなんか打ちたい。剣でなんか打ちたい。1、2、3の、なんか打ちたい。これは、グレートブラスターか。いや、これもトリプルクラッシャーか。近くでどうだ？ファイアトレード！トリプルクラッシャー！きなこの声がないだけでさ、めちゃめちゃ男臭い。ゴーッドキャッチ、うわー、つえー、つえーわ、エンド。あ、至近距離でもトリプルクラッシャーでは通用しないと。さ、これは、お、それはやけくそ。流星ブレード、やったー、これは無限ランド。あー危ない、あー危ない、ウィッグシマック使うとこだった今、あー危ない危ない、無限ザハンド、よし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 、しんすけナイス、しんすけと遠藤のこれもう我慢比べみたいになってきたね。おっと、あ、まずい、これはまずい、これはまずい、あ、これはまずい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 、イグニッションって言え、あ、あー、あー、ぶってパンチまでしか打てねえや。まあまあ、そう、うん、それはそうなるわな、それはそうなるわな、うん。あ、しんすけの TP 切れたんですけど、あの、しんすけの TP 切れたんですけど大丈夫かな。ちょ、俺もう後半勝てる気しない、やばい、勝てる気がしねえよー、あー危ない、あ、そっか、これ突進しようとしたらミキシマックスが出ちゃう、あー、もうやだ、ミキシマックス化身縛りってきついね。やっぱゴーってどれだけミキシマックスの化身に助けられてたかっていうのがいかに伝わってくるこの試合だ。さあ、白竜がたまらなすぎる、いくらなんでも。なんか仕事しろ、仕事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 、止めろって、お前奪われてるせいにさ、なんか偉そうにするんだ。あ、これ待って、ゴッドゴッドウィンドならワンチャン、ワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンあるだろこれ。ゴッドウィンド、さあ2度目の正直、ゴッドキャッチ、あ、よし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 、天魔なら破れるんだ、みんなで取った1点だ、みんなで取った1点だ、天魔ならいける、天魔のゴッドウィンドウを連発すれば勝てるかもしれない。白竜、あ、待って、待って、待って、あ、あのね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 、うちのキーパー TB 切れてるんですよ。ちょっと、なんとかしてください。なんとかしてください。やめてくれ。おい、ちょちょ、うちのキーパー、あ、待って、やばくないこれ。大丈夫かな、回復しててくれ。あー、あー、ぶっといパンチしかまで打てない。あ、終わった。うちのキーパー TP 切れてるんすよ、フリーパス、ベッドインパンチ、うん、あの、撃たれたら破られるんで、やめてくれ、真面目にやってますか、あ、煽られてやんの、点はね取れるかもしれない、
ただそれ以上に、しんすけが失点しそうっていう、ちょっとかなり苦しい試合をやってます。俺、ちょっと苦しい試合をやってます。これ待って、ヒーローテーブ来て、ヒーローテーブ来い。どうだ、よしよしよし。クレイモア。オッケー、ここでヒーローテーブ破れたのでかい。そして、白龍、いい加減。白龍、お前の力が必要だ。お前の力が必要だ。白龍が、新たな救世主に。これ行きましょう。どうだ？グレートブラスター。このシードの合体技。ゴッドキャッチ。よし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 、3対2勝ち越していく。格の違いを思い知る、生きるな、調子に乗るな、調子に乗るな。ずっと俺たちピンチだから、しんすけがいつでも失点する準備ができてるから、俺たちいつでもピンチなのでね、本当に点を取り続けるしかない。待って、これ雪村出そう、雪村出そう、スーパーサブ、スーパーサブ雪村出そう。さあ雪村追加です。雪村もね、ゲージが溜まるのがそんなに早かった覚えはないんですけども、待って、やめろ、うちのキーパーはね、まずいんですよ今。大丈夫か、シュートブロック入んない、ノーマルキャッチしかできません。あのね、分かってやってるでしょ。風紀今ね、しんすけが何も打てないの分かってて打ってた。ちょっとあいつせこい、あいつコンピューターなんか AI 並みの知能持ってる。打たれたら終わるの俺ら、打たれたら終わるのやめて、たまんなよ、たまんなよ、絶対たまんなよ、絶対たまんなよ、絶対たまんなよ。おお待って、やめろ、チーズじゃねえよ。あ、おい、レベル1、なんとしてもキャッチで、なんと、おーおー、打てるようになってる、打てるようになってる、ぶっといパンチ、ぶっといパンチ、よし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 、意地のセーブ、意地のセーブ。ただおーオフサイド、オーケー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 。天魔が溜まってる、天魔が溜まってる。雪村これどうにか溜まんねえから、雪村一番厳しいか。じゃあ天魔行こうか、天魔行こう。1、3のこれは剣とこの合体技で、この合体技で行こうか。トリプルクラッシャーでダメならダブルドライブで。ゴーストキャッチ。よし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 、天魔最強。天魔ほんとエンドーキラーだね。もう属性もあるかもしんないけど、ほんとにエンドーに強い。以前からまずいよこれ、これはまずい、これはまずい、まずい。ゴーエンジンルとしたらいけない。こっからね、勝つためにはね、シュートを1本たりとも打たせてはいけない。1本でも打たれたらその瞬間失点が決まるので、本当に厳しい、本当に厳しい。しんすけはそれくらいね、今やばい状態なんだ。いてもいなくてもほとんど同じだからね。待って待って、おい、やめろやめろやめやめろ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 。あ、腕。ただ行くよ、やめろやめろ。トラマルはダメ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 。ああキラゴキラゴ、ああ、やばいやばい。ああ、助かった助かった。ああ、最後の5分マジで胃が痛かったです。正直遠藤からは結構、まあ、点取れるんですよ。ただあのしんすけがものすごく足手まといなおかげでめちゃめちゃいい試合になりました。ということで、この動画良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの